こんにちは、ボートレースライフナビゲーターの幸せの招き猫チョコです。この度視聴いただいている皆様のおかげでチャンネル登録者数が600人を突破しました。本当にありがとうございます。そこで今回はチャンネル登録者数600人突破記念企画、6頭で船券を買っていきたいと思います。今回は6頭ということで、高配当を狙い撃ちするため今年の1月からの高配当出現デミを調査して、出現回数が多く配当金額も高いデミを選んで購入していきます。2021年1月1日から10月29日までの高配当デミはこちらです。まずは1月、トップ10の中には621と624があります。続いて2月、641、645、645となっております。3月は653、651、634、635、612、643。4月、635が2回、634、632、645、645となってます。続いて5月、653、654、614、643、623。6月は624、635、652、635、623、631。7月、642、625、615、632、651、651、613。8月、625、652、634。そして9月、653、643、625、651、643。そして10月は645、623という結果になってます。以上の結果をまとめたのがこちらです。まず順位第5位は625、651、652が各3回となっております。そして第3位、643が4回、あともう一つ同率で第3位、623が4回。それでは1位です。同率で2点、645が5回と635が5回となっております。その635、645の平均配当金額がこちらです。1位の635は276,140円、645が203,734円という結果になっておりました。そこで今回は全場全レース635の1点買いに挑戦します。それでは実際に購入していきましょう。現在時間は8時24分となっております。本日は全部で13場開催されております。それではまず平和島全レース選択で635、こちらに各100円購入します。次、1200円を投入して投票、これで平和島 OK です。続いて浜名湖全レースを選択し635、100円購入していきます。1200円、投票、これで浜名湖も OK。 続いて蒲郡、同じく全レースを選択し635、こちらに100円買います。1200円投入いたします。はい、 OK です。続いて2、こちらも全レース選択し635、100円。次へ1200円を投入します。はい、続きまして尼崎、こちらも全レース635、100円。次へ、まだ現在 0.0% という、誰も買ってない状況ですので配当何ぼつくかも楽しみです。続いて鳴門、全レース635、100円。はい、次へで1200円投入します。続きまして丸亀、こちらも全レース選択し635、100円購入します。
2200円を投入して、はい、 OK です。続きまして小島、全レース同じように選択し635、100円購入していきます。1200円投入します。続きまして、徳山、全レースを選択し635、100円、次へ1200円購入します。はい、続きまして下関、こちらも全レース選択し635、こちらを100円買います。次へ1200円投入、はい、 OK です。続いて芦屋、全レースを選択し635、はい、100円です。次へ1200円投入します。続いて福岡、全レース選択635、100円購入します。はい、 OK です。1200円、投票。そしてラスト大村、全レース選択し635、100円、次へ1200円投入で、これで全場全レース635購入完了しました。はい、全場全レース全156レースの635購入が完了いたしました。それでは全レースが終了している夜に結果を見てみたいと思います。はい、ただいま、夜の11時46分でございます。それでは、今日この時間になって、全てのレース当然終わっておりますので、結果を見ていきたいと思います。メニューから本日の払い戻し一覧見ていきます。さあ、まず6頭、641、浜名湖は641ありますが635はなし。そしてガマゴーリツーいきます。頭に緑色、緑6、6来い、6、6、6、うわー、ガマゴーリツーなし。次尼崎鳴門、さあ6頭、緑頭、6位、あー、613、635ではない、6、緑、一番左側に緑色よ、入れよ、こい、あー、ない、あー、尼崎鳴門も終了。続いて丸亀小島、緑、6、緑、赤、黄色、緑、赤、黄色、614、緑、赤、黄色、緑、赤、黄色よ、来い、ない。続いて徳山下関、緑、赤、黄色、緑、赤、黄色、さあ緑、あー、613、惜しい、3万周で取ります。徳山、緑、赤、黄色、緑、赤、黄色、うわー、来い、続いて芦屋福岡、緑、赤、黄色、さあ来い、緑、赤、黄色、緑、赤、黄色、来ないのか、緑、赤、黄色、うわー、終わった。ラスト大村、大村か、大村で来てれば確実に10万周ぐらいあるんじゃないでしょうか。緑、緑、赤、黄色、いやー、11、あー、ラスト1個、最後でドラマよ、こい、あー、ダメか、345でしたか、見落としてませんか、635、
635見落としてませんか？613614613。うわ、613今日2回出てますね。あー、見落としてないか。緑、赤、黄色、見落としてませんね。はい、635全場全レース1点外、156レース中的中はなし、2レースが返還となっておりました。総投資が15,600円、回収金額は返還の200円のみ、収支額はマイナスの15,400円、的中率は 0%、 回収率 0.01% という結果になっております。まあまあ635、そら1日勝ったぐらいでは来ませんよ。だって来たら20万周なんですから、そんな毎日毎日転がってるわけではございません。そこは理解しております。まあ、まさしく宝くじ感覚で買った今回の635でも、今年で5回10万周以上の635が出ているという事実もあります。この事実、大きいと思うのか小さいと思うのか、いやでも夢はありますよね。はい、次回もぜひ見てください。チャンネル登録ぜひお願いします。ポチッとチャンネル登録をお願いいたします。あと、いいねボタンとコメントもよろしくお願いいたします。コメントについてはすべて読んでおります。できるだけ、返すようにもしておりますので、コメントもよろしくお願いいたします。それでは今日はこれで終わります。ありがとうございました。